皆さんこんにちは。酒でまたやらかして投稿が遅れたヘルニアです。こっちは普通に心配なんだぜ、とマリサさんだぜ。それはそれは一大事ですな。どれ、私が鍛え直してあげます。お前のノミニケーション教育だけは絶対にあかん。早く飲んだ方がマシである。無駄に説得力が違いますね。と、うちのアホアホ三角形の会長がやらかした話はこの辺にしまして、早速年始会議を始めていきましょう。まずこちらは中国奉天政府の陸軍戦力になります。師団数は177個、その中には旧式ではありますが中戦車師団と、すでに日本と同等以上の兵数を持った頼れる大国となっています。この先のロシア戦でも、肉壁という名の穴埋め要員として、全力で頑張っていただきたいものだな。チハポ内に溢れている旗にしては辛辣じゃないか。大丈夫だ、ジャイナとお前だったらまだ中華料理の方が好きだ。また陸海大臣のチャンバラが始まってしまったので、私から説明しますと、先ほどの中国約170個師団に、帝国陸軍らの166個師団、奉天含め全軍をロシアに向けられるわけじゃありませんが、それでも大東亜共栄圏の軸となる日中だけで、合計300個師団を超える陸軍数を誇ります。ここにフィリピン、ビルマ、シャムといった地味に強い東南アジアの勢力も加わりますからね。日中だけでは300個師団大路投入無理でしょうが、中小勢力を加えれば実質300個、300万人以上でロシアに攻め込む準備が整いつつあるわけですね。その分本土をどの国も少なからず留守にするわけですから、海軍の持つ艦載機の待機組、彼らに万一ドイツなどが急にシャムなどを襲ってきても撃退できるように、特別な航空隊を編成して日々訓練に当たらせます。その海外のスペシャルな航空隊により、機体総数は6300機ほど、15万人規模となったである。さすがにパイロットだけで15万じゃないよね。整備する人とか含めてこの値だよね。それでも空自の3倍以上いますけど、ドイツやアメリカは僕たちの倍や3倍近い航空戦力ですからね。恐ろしや米独の航洋力、建設ですが現在は民需とインフラに力を入れています。この先大量に航空基地、補給ハブ、港、インフラなどの大量改善及び、そろそろ原子炉建設も考えないといけない時期に来ていますから、そのためにある程度膨大な建設力が超大国としては必要になるでしょう。さらっと核兵器を作る流れになったよ。まあ実際これだけ島の上陸にすら手こずる状態もありますし、KR の終盤は都道府県の愛知かというくらい、みんな機械化歩兵師団を用意するなど編成が強力です。制空権が取れているなら、歩兵でも野砲などの火力で焼き切れますが、さすがに制空権を取っていても敵の師団が一箇所にこのように集まっていたり、ガチの機甲師団だったり地形や補給が厳しいときつい状況は、普段の環境と比べても機会が多いですから、核が必要になってくる場面も今後出てくるでしょう。実際この島に向けてぶっ放せないであるか？レッドカードで退場。無理やりに蹴り飛ばしてご退席いただこう。ということで、陸軍も航空戦力も整いつつあることは理解いただけたと思うので、日本として正式にロシア共和国に宣戦布告いたしますよ。ついでなのでモンゴルもロシアってことで、道路にしてしまいましょう。いやしかしアリス、先の中国での戦いでモンゴルは救いの神だったじゃないか。いくらロシア攻略に役立つからといって、簡単に道路にするのもな。いいえマリサさん、大東亜共栄圏に入る時間は十分に与えたはずです。それにホイホー憲法第一条、ひれ伏さないものは転がしまくってよしお忘れですか？初耳なんだけどな。っていうか、意外と赤矢印が多いが突破できそうなのか陸軍大臣。やっべ航空機出し忘れてたぜ。お前、もう大臣降りろ。行商の最後の足場となっている島の攻略ですが、平坦攻めと言いますか、現在空からはこもっている海軍に港湾攻撃、海軍も通称破壊をかけて、相手を弱らせてこの後も上陸をかけ続けます。この時の自分はなぜ平坦爆撃をやらなかったのか、未だにアホだと思うよ。海軍と航空支援の暴力で無理やり上陸することだけを考えていたのでしょう。やはりこういう島に立てこもられた時用に、巨大戦艦はもっともっと、やはり7隻ではなく14隻体制にして、7隻あれば十分周りを包囲できるだろうが、それにこんなゲテモノ飛行艦そんなにたくさんいらないでしょ。航空機をしっかり展開しました後は、奉天政府の援軍なども続々と来ており、ロシア領内にまずは進軍できることを確認しましたね。ただやはりシベリアの鉄道を横断するだけではきついでしょう。ってことでアリス可愛い大臣の権限で、中国は2つもいらないと宣戦布告しちゃいますね。外務大臣の私の立場が、お望みであれば私に役職を渡してくれてもいいんですよ。今日のアリスはやりたい放題だな。そのくらい頭ぶっ飛んでないと正直モンゴルは倒したくなかった相手だからね。ロシアを倒すためには致し方ない犠牲となってもらうよ。今さらっとアリスさんを頭ぶっ飛んでるってバカにしてませんでした？どうやらこの絵さんの後を追いたいようですね。ここからはこの絵の代わりの三角形の代わりの総理として、一時臨時で私が仕切らせていただきます。海軍ばかりずるいぞ。陸軍は1年山下大成だったではないか。いや普通に私をお茶組大臣から総理に戻していただいて。お前は永遠のお茶組大臣だ。よく言えば幹事長みたいなもんですって。不満しかないのである。そういえば東トルキスタンもモンゴル中華同様彼らの影響下でしたね。インド方面の進撃作戦は何か考えてあるのですか？何も考えてないぞ。お前、もう大臣降りろ。正確には主要国であろうモンゴルさえ倒してしまえば東トルキスタン進撃は不要です。従って作戦としてはモンゴルを全力で叩けというものになりますね。手こずっていましたが、5回か6回かの上陸作戦でようやく島を制圧しました。これで対ロシアに集中できるとそういうわけですね。
補給網はそれはもうひどいものですが、モンゴル自体の師団数が不足しているのもあり普通に押し込めていますね。そのモンゴルも6月には首都などを落とされ降伏、まあ貢献政治的には韓国のような存在でしたでしょうから、止まっていた中国統一が再始動して、日暮里であると日本に感謝のパンダと豚肉が届きました。なんで客寄せパンダと生肉を同時に送ってくるんだよ。てか聞き覚えがあるぞ。どうやら中国に飛ばされたようですな。脱線が多すぎるので話は戻しまして、モンゴルや新疆などの地域は当然奉天政府に今後は収めていただきます。これでロシアに対してかなり広い戦線で当たれるようになりましたね。一時とはいえ総理となったからには理想の海軍予算を今のうちに確保するぞ。国民の血税がどんどん巨大スクラップに。以前作った紙みたいに大きい空母、神代空母アマテラスをさらに4隻生産。設計者には空母の甲板を広げる効果の強化があるので、空母系の設計強化がない国でも最低限これで空母を強化できるので、今回はそれを採用して130機まで乗るように最大化した形ですね。序盤の準備こそガタガタだったものの、戦線が伸びたことで奉天政府も大軍を増援として送ってくれまして、逆にロシアはその長すぎる戦線を支えきれずどんどん撤退している様子です。やはりドイツとの戦いが大きく響いてしまったようですな。頑張ってロシアも戻した方でしょうが、こちらは人口お化けの中国がいますからね。ただ補給状態が悪い中で広大な土地を横断するので、今年中に倒しきれるほど順調かは怪しいですね。なお、ドイツ側の動きも素早く、フィンランドを経由しまして再びロシアと戦争し始めました。明らかに日本の北進を警戒して、今のうちにドイツ陣営で、もう少しロシアの領土を確保して防波堤にしようとしてるんだぜ。まあドイツの立場でしたらそうするしかないような気もしますね。とはいえ、これでロシアの運命は2正面での戦闘となり滅ぶのが決定的です。ドイツに遅れを取らないよう、主導操作も含めてガツガツ欧州側に進みましょう。中央アジア南部は補給と地形の関係で手こずりがちなようですが、比較的地形も柔らかいシベリア鉄道沿いは、ロシア軍そのものが確認できないくらい良好な進撃が続いています。とりわけ新設されました近隣部隊がいい成果を出しているようです。一部の国でしか使えない近隣部隊ですが、チャリという名の支援装備がいる分なかなか強力でして、騎兵と違いドクトリンの影響もしっかり受け取り、かつ地形に強く、早い師団に仕上げられるのが強み。米英協商戦との複合になりますが、ロシアも始まって100万人ほど早速被害が出ているようです。敵の師団数は200個はないくらいと推定されているようだから、二正面戦闘である今、単純計算をしてもこちら200個師団は戦線に張り付いてこないだろう。まさに今が攻め時というわけだな。これを機に戦争プロパガンダなどを打ち戦争協力度を上げていきましょう。というのも死傷者がいっても日本も100万人近いものもあり、また基礎値自体が低すぎて戦闘だけでなく内政にも一部影響を与えています。戦争協力度が低いと総動員体制にも現在できていないからな。すなわちさらなる増税に耐えられるようにも再教育が必要というわけだ。相変わらずの超次元大蔵省理論ですが、それとは別にここまで来てしまいましたらチベットも統一してしまいましょうと、奉天政府の力も仮宣戦布告ですね。てかほとんどは奉天政府の軍に処理してもらい、チベットは国境から人が近かったのもあり、あっという間に勝負がつく展開となったよ。当然彼らが請求している地域でありますので、彼らに渡していきます。その方が鉱物資源の大量輸出入など、日本としても都合がいいですからね。さて話をロシアに戻しますが、どうやらドイツ陣営とロシアの戦争は、相当急に起こったことだったようで、ウクライナなどはまたロシアと、急に言われても参戦できないんよと参戦を渋っている様子です。ある意味その方が都合がいいぞ。ロシアはいつ参戦してくるかわからないウクライナなどを警戒せざるを得ない。でも現状は参戦はしていないので全然貢献度が稼げないドイツ陣営。これはうまく立ち回れば、モスクワなど含めロシアの大半を日本がもらえるかもしれないな。そんなロシアからシベリアまでで勘弁してください。ありえない。こんな好機を逃してまで途中降はするメリットなど日本にないわ。提案をシュレッダーでビリビリにするのだ。せっかくなので地破綻の油断がこっぱみじんにしましょう。この人たちに外交は任せられないなと再確認するところであった。しかしロシア全土が影響に入るかもしれないなら頑張りどころでしょうか。ただしせっかく上げていた戦争協力度と安定度は下がるので、その分の影響は勘弁してくださいね。なんだとでは増税が遠ざかるではないか。今すぐ紙を復元しろ。他の紙と混ぜてシュレッダーにした後油断ですでにチリチリですね。おの、なんでこういうことにも優秀なんだゴロウザちゃんは。ちゃん付けはやめてください。あなたも同じ運命にしますよ。今廃屋でチャプチャプなのでご勘弁いただいて。今のはなかなか面白い切り返しでしたよ。意外とまともな総理の才能あるんじゃな。こらよないてめえ勝手にトランスアムールに造船所プレゼントするな。地獄のチェックからは逃れられなかったか。米ではそのための財源を確保するためアフガニスタン侵攻します。一番選んではいけない進撃先。やっぱり大蔵大臣がまともなはずもなかったと言っても実際の進撃は来年になりそうだからな。ロシアと戦っている間の方が色々と難癖もつけやすいだろう。しかし近隣部隊中心に考えていたよりも快速で領土を制圧しており、すでにウクライナの国境部に到着するなど来年の早い段階で勝負が決まりそうです。それだけロシアも元からずタボロだったということでしょう。
ということで約1年と少しでウラルより東はほぼ全てこちらが占領。むしろ補給が悪すぎて先っちょで耐えられているくらいである。まだ主要な都市は落ちてないですが、ここまでロシアが追い詰められればウクライナあたりも参戦を決めてくるでしょう。まあ貢献度的には今更な値ですが。それとは別にこの陣営マップを見ていい作戦を思いついたぞ。本当はロシア経由でアラスカ上陸しようかと思ったけど、兵站上厳しそうだからね。まあそれは来年の会議の時にでも共有してもらうとして、最後上がったであろう攻撃力など結果を軽く見ていくんだぜ。日本の攻撃力ですが、ついに603とまた一つの区切りを超えましたね。民需の伸びが凄まじいのを見るに、不平等条約で絞り取っている法権政府の抑えているロシアの占領民需が多いことが、日本の攻撃力をより押し上げているように見えます。海軍もいよいよ巨大戦艦シリーズの出雲や播磨などが完成するなど、アメリカ海軍とガチ対決する準備が整いつつあります。なんか中国の方が邪魔になるくらいの戦艦キャスを量産していたりするが、急遽決まったロシアとの戦闘自体は順調すぎるくらい。あとは強将の英米をどうやって抑えるかが問題ですが、そこはまた来年ということで、本日は短いですがここまで。ご視聴ありがとうございました。高額献金、党員加盟いつもありがとう。お礼に大蔵大臣税とかいうふざけたこと言っちゃった税を採用するぞ。そんなふざけた税が通ったら日本の終わりですよ。